アスキー航空もしくはスカイ航空は、東後のロミオ拠点と資旅客運送を行う航空会社。西アフリカ諸国の政府が主導し設立した。主に西アフリカ、中央アフリカに就航している。同地域には、同じように西アフリカ諸国主導で運営していたエールアフリックがあったが2002年に破産。それ以後西アフリカ諸国、中央アフリカ諸国の地域間移動が、 極めて難しくなっていた。2004年1月10日、西アフリカ諸国経済共同体と西アフリカ経済通貨同盟の会議がニジェールのニアメで行われ、その中で新しい民間の航空会社を設立することが決められた。2005年9月に航空会社設立の準備組織が立ち上げられ、市場調査などを行いながら金融的、戦略的パートナーを模索した。 2007年11月にアスキー航空として登記され、2008年1月17日に新しい国際航空会社設立に向けての会議がブルキナファソのワグドゥグーにて行われ、株式の80%を民間投資家へ残りの20%を公的な金融組織が保有することが決められた。その後、エチオピア航空が最初の5年間の技術的、 戦略的なパートナーとして決定し、株式の40%をエチオピア航空が保有することとなった。アスキーの就航路線図、アスキー航空は西アフリカと中央アフリカに23の定期路線を持つ、アスキーはアジスアベバを拠点としているエチオピア航空のネットワークを利用している。また、エチオピア航空の路面から就航しているブラジル便も利用できる。 アスキー航空 Q400、ありがとうございます。